天女の湯2008年撮影うなずき温泉の源泉であることを示す看板2007年撮影黒なぎ温泉入り口1981年撮影黒なぎ温泉は富山県黒部市うなずき温泉にある温泉黒部峡谷鉄道のトロッコ列車の運行期間のみの営業となる黒なぎ温泉は現在黒部観光開発株式会社が経営しているこの会社は 富山地方鉄道グループで、うなずき温泉への相当事業等を行う。黒部川支流の黒なぎ川に面した宿である。流れは激しく、川に面した部屋は川音が大きい。そのため、音に敏感な人は注意を要する。眺めがなく少し薄暗いものの、山側の部屋に案内してもらうこともできる。部屋はテレビなどの娯楽機器はない簡素な部屋である。 食堂も簡素であるが、食事は四季の山菜。岩菜の塩焼き、富山名産の昆布締め刺身などが楽しめる。元は湯治場であったが、長年親しまれた自炊所は2008年度いっぱいで営業を終了し、宿泊者向けのフリースペースとなった。なお、食堂入り口には、高架専用の公衆電話、缶ビール、清涼飲料水などの自動販売機、 アナログ衛星放送のみ、放映可能な小型テレビ、新聞長官が置かれる。浴場は、旅館併設の男女別のうち湯と、宿から3分ほど上流に歩いた、混浴の露天風呂がある。また、近年吊り橋を架けた向かいに、女性専用屋根付き露天風呂、天女の湯が新設された。露天風呂には、テントの更衣室が併設されている。 今浴露天風呂のすぐ手前に源泉がある。ここは黒薙温泉の源泉であるとともに、黒部川の川下に位置するうなずき温泉のすべての宿の源泉でもあり、延々と黒部川沿いに引頭管がうなずきまで設置されている。これはトロッコの車窓からも確認できる。7月の下旬から8月の昼間は地代数、アブの発生はもとより大自然に囲まれた一軒宿であることもあり。 昆虫類の生息数が多く、対策として露天風呂には大型の蚊帳が貼られる。それでも蚊帳をかいくぐって侵入してくる虫が多く、明るい時間帯の露天風呂入浴は注意が必要である。なお、携帯電話は一切利用できない。また、日本郵便から交通困難地の指定を受けているため当地宛に郵便物を送付することもできないので注意を要する。 1645年、恩、沢村の太郎左衛門が発見したという。しかし、新越国境地帯であり国境防御のため、加賀藩は平け湯を許さなかった。この地は、比較的入り込みやすく、音沢村から入浴する者がありしばしば藩により、処分を受けた。1868年、加賀藩は、黒薙温泉を、西加熱流温泉と共に平け湯を許可することとした。 営業に当たったのは、ウオズの山加や前衛門であった。大正年間に至って、近代の登山が盛んになり林道あるいは登山道が開通し、地元民だけでなく、登山者などが利用するようになった。1924年に、うなずき温泉までの引東館付設が完成する。これはほぼ、旧愛元温泉の問いを置き換えたものであった。なお、この引沸館は利用権を得ていない土地を、 ほんの少し通過していたことから、これをめぐって土地を手に入れた者が起こした民事訴訟が権利の乱用の判例として知られる、うなずき温泉事件である。1995年の大水害では、比較的低い場所に立っている浴場と露天風呂などが流出し、現在あるものは翌年再建されたものである。黒部峡国鉄道本線黒なぎ駅下車。駅からは徒歩20分。 展望は良いが起伏が激しい登山道である。かつては、所要と歩1 0分足らずのトロッコ支線の軌道トンネル内を通るルートも選択できた。足腰に自信がない人や悪天候時などでトンネル内ルートを歩きたい場合は、黒投げ駅駅員の許可があれば使用できたが、現在は保安上の理由から一般人は通行禁止となっている。ありがとうございます。